毎日がチートデイのゆうきです。そのエナジーの源泉は、第2回目のゲストは柏レイソルサポーターの寺田瑞希さんです。寺田さん、第1回目はご覧いただきましたでしょうか？はい、あの重森さんの回見させていただきました。はい、いかがでしたか？いや、あの大学の先輩でなんですけども、本当にあの伝え方がうまいなっていうところが第一にあったので、今日しっかりと僕も話せるかなっていうのがすごい緊張してるんですが、いろいろと柏レイソルの魅力を今日お伝えできればなと思ってますので、よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけれども、寺田さんがサポーターになられたきっかけっていうのを教えていただけますか？ありがとうございます。あの柏レイソルのサポーターになったのは本当に20年前くらい、あの当時サッカークラブでサッカーをやってたんですけども、そこでみんなで柏レイソルのスタジアムにサッカーを見に行こうという機会があって、その時にもう衝撃を受けたんですよ。あのピッチと観客席の方がとても近くて、本当に臨場感あふれる選手とのぶつかり合いの音であったりとか、サッカーボールをもう蹴る音が聞こえるんですよ。そこに衝撃を受けて、なんか自分もこのチームを応援したいなと思ったのが一番のきっかけですね。20年前、結構前ですね。私が今26歳なので、そうですね、小学1年生とか2年生くらいだったかな。20年前だと、あの北島選手とかおられました？ギリギリ。あ、いました、北島秀明選手。はい、移籍直前ってぐらいですかね。いや、まだ2011年12年ぐらいまでいらっしゃったと思うので。あ、そうです。結構バリバリに活躍をされている時かなと思います。そうだったんですね。北島選手と私同い年だと思います。あ、そうなんですね。市船で彼の練習を見たことがありますね。はい、あ、そうなんですか。やっぱり千葉のスーパースターでしたから。あ、そうですよね。はい、日本代表ですし、それからのあの柏レイソルさんの情報が全くございませんで申し訳ございません。じゃあ今日最新情報をお伝えできるように頑張ります。ありがとうございます。じゃあきっかけというのは20年前で、その臨場感に惹かれたってことですよね。寺田さん自身はサッカーやってるんですか？あ、サッカーはやっていました。小学生から中学生くらいまでサッカーをやっていました。あ、中学生までなんですね。はい。またどうして辞められてしまったんですか？あまりサッカーをやる方に魅力を感じれなかったかなっていうのがあって。どういうことですか？なんかあのサッカーをやるよりも本当に見る方の方がもともと好きで。あ、そのパターンですか？初。あ、そのパターンなんですよ。初ですか？逆、はい、あ、そうなんだ。あ、じゃあもともとそのサッカーをやる前からもう見るのが好きだったってことですか？見るのが好きでした。じゃあもうそこからもうプレーにはもう何の未練もなくっていう感じで全然やってない状態なんですか？そうですね、まあ大学時代に少しフットサルのサークルに入っていたことはあるんですが、本当に勝負の世界でサッカーをやるというのはもうそれ以降はしていないです。なるほど、はい、それは面白いな。ではこう、あ、結構稀なんですね。僕そうですね、まあでもどうしても自分がアスリートだったもので、週もやっぱりアスリートが集まってくるじゃないですか。だから環境的にはそうですね、やる派が多いかもしれないですね。ああ、なるほどなるほど。でも新しい発見でした。ではご自身がこう晴れて我こそサポーターだというふうにお気づきになられたのはどういったタイミングなんですか？タイミングとしてはもう常に、まあ、レイソルのスケジュールであったりとか情報ですよね、それを SNS とかで追うようになったのがここ5年くらいなんですね。もう常にチームの情報をキャッチアップして、あ、この選手が移籍する報道が出てるんだとか、選手のインスタグラムをたくさん見て、あ、この選手はこういう趣味があるんだとか、もうそこまで行き詰めてしまっているので、そこが本当にレイソルのサポーターになった一つのタイミングかなと感じています。はい、ああ、そうなんですね。一番推しの選手ってどなたなんですか？今現役ではなくて、そのサポーター歴の中で、はい、サポーター歴の中だと今このユニフォーム着てるのが9番の選手で、今柏レイソルでプレーされている武藤勇樹選手、すごい今好きで応援してます。いや、それはもう存じ上げておりますよ。3クッションぐらいでつながってます。あ、そうなんですね。ちょっと今すごいと思っちゃったので。知り合いの知り合いの知り合いのって感じですかね。だいぶ遠いですね。なるほど、確かに。なんか武藤選手って僕はすごくこう、前を向く選手って印象があるんですけど、寺田さんから見る武藤選手の印象ってどのような印象ですか？あの武藤選手は今サッカーでよく言われるのがオンザボールというものと
オフザボールというのがよく言われているんですけども、まあ、オンザボールというのは、まあ、ボールを持っている時間帯ですね、選手が。で、オフザボールっていうのは、ボールを持っていないけど、ボールをもらうためにいろんな動きをしたりとか、スペースを、まあ、見つけて動いていくっていうような動きなんですけど、そのオフザボールの動きっていうのが、すごい長けてる選手だなと思っていて、そこまでボールのタッチ数とかは多くはないんですけど、一瞬の隙間を見つけて走り込んでいってゴールを取るような、そのような動きが本当に完成をしていてもかっこいいなって日々感じているので、そこが好きな点ですね。すごいですね。サッカーリテラシーがお高いんですね、寺田さん。いや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 、もう毎日サッカーが好きでいろいろな動画を見ているので。いやでもじゃないとわからないですよね、そのオフザボール、うん、僕なんか全然わからないですから、すごいなって感銘を受けてます。いえいえ、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。ちなみに柏レイソルさんのサポーター間の特別な流儀でしたり、はい、うん、約束事のようなものってあるんですか？柏レイソルのスタジアムが、あの今サンキョーフロンティア柏スタジアムというサポーターの中では日立大って言われるスタジアムなんですけども、やっぱりサポーターの方々の中で流儀になっているのは、スタジアム内をもう真っ黄色で埋めようっていうのが一つあるんですね。なので応援席とかによく、あの、初めて来られる方は黄色のユニフォームとか持ってなかったりするんですよ。なので応援団の方々がそういう黄色の服を着ていない方々に、まあ、昔はよく黄色のなんかカッパみたいなものを無料で配布して、これを着てみんなで一つの黄色になりましょうみたいな動きをすごいしている流情がありますね。それはチームが用意してくれるものなんですか、カッパのように。多分チームというよりも応援団の方々が用意しているのではないかなと思います。ちょっとすみません、そこまで詳しくは分からないんですが、もう率先的に応援団の方々が動かれていて、みんな黄色になろうよっていうので動いているんですよね。でもそれ数百人単位とかいたらすごいことになっちゃいますよね。うん、そうですよね。結構なお金が動いているんじゃない。でもそれによって選手のモチベーションが上がったりとか、やっぱり全てのスタンドが黄色だとすごい綺麗に見えるんですよ、スタジアム内が。まあそうですよね。うん、で選手の、まあ、やる気モチベーションにもつながるんじゃないかなと思いますね。まあ、今コストの話が出ましたので、ちょっとコストつながりで、はい、あの重森さんと同じ質問してしたいんですけれどもはい、月間のそのサポーター維持費っていうのはどれぐらいかかってますか？今はだいたい3万円前後ぐらいかなと思います。あの、どうしてもこの社会人になってからアウェイの観戦になかなか行けなくなってしまったっていうのがあるので、行けてもまあ関東圏内ぐらいのスタジアムに今絞ってアウェイは行っているので、まあそのまあ交通費とかチケット代とか、あとホームのチケット代ですね、それを全部含めても1ヶ月、まあ、3万円前後くらいかなと思います。いやでも大金ですよね、3万円で。いやそうですよね、すごい、はい、やっぱりお金を貯めて日々頑張ってます。では ほとんどがそのチケット費っていうようなものになるんですかね？うん、そうですね、今はそのホームとアウェイのチケット代、あと少しの移動代になりますね。明日セレッソ大阪戦ありますけれども、それはやっぱり行けないんですよね、きっとね。明日は仕事お休みでしたので行きます。行くんですか？明日はホームです、柏なので。ああそうなんですね。あそういうことですね。そうなんです。あ、びっくりしました。そうなんです。今お仕事っていうのは土日休みのお仕事されてるってことですか？今は土日休みではなくて、基本的に土日どちらかは仕事を出て、平日どこか好きなところを休むっていうようなお仕事なので。土日ではないですね、はい。ではそのホーム戦が犠牲になってしまうようなこともあるんですか？ホーム戦はすべて希望機を入れてます。でもそれでなんとか周りの社員の方も、あ、この日はレーソル戦だから希望球ねって認識になってしまってるので。いや、いい環境ですね。はい、あ、素晴らしい環境かなと。ああ、すごい、すごい、はい、なるほど。ちなみに重森さんの場合、試合をこう見るっていうことよりも、うん、もうこう応援をするっていう概念でいかれてるんですけど、まあ、私からすると両方セットなのかなって先入観があったもので、まあ、どっちがいいとか悪いとかじゃないと思うんですけれども、寺田さんの場合やっぱ見たいですか、応援だけではなく。あ、えー、
両セットです。両セット、ああの、はい、本当に柏レイソルの本当コアな熱狂的なサポーターの方とスタジアムに足を運ぶ際はゴール裏で90分間飛んで声も枯らしてます。ああ、なんですが、僕の周りでもサッカーを一度も見に行ったことがないんだよね、だけどちょっとサッカー見に行ってみたいんだよねみたいな方もたくさんいるんですよ。そういう方々にじゃあレイソルファンだから一緒に北時代行こうよっていうので、よく、まあ、同じ社内の人間であったりとか友人とかでもサッカー見に行ったりするんですよ。その時はさすがに最初から応援席はちょっと嫌いになっちゃったら嫌なので、指定席をしっかりと取ってあげてサッカー観戦をするっていうようにしてます。あー、なるほど、はい、確かに初心者の方とすごいこう圧がちょっと強すぎるってことですよね。少しかもしれないってことですよね。そうですね、かもしれないなっていうので、はい、そうです。観戦するっていう意味ではどこの席が一番しやすいんですか？一番観戦がしやすいのはやはり指定席の、まあ、ピッチサイドと呼ばれるような席は皆さん静かに見られてますし、まあ、応援席も近かったりするので、先ほどお伝えした臨場感っていうのがすぐ味わえる席でもあるかなと思うのでおすすめしています。いいですね、その臨場感味わえるのはね。はい、本当に来ていただきたいです、日立大は皆さんに。私ちょっと千葉なのでジェフさんの方が圧倒的に近いんですけれども。ああ、福田電車アリーナ、はい、ジェフさんでさえ1回行ったぐらいかな。あ、そうなんですか。そうですね、確かバベルとかいたと思う結構もう古いですねそれはそうですね、確かですけど、ミッシェル宮沢さんとかもいたかもしれないですね。ああ、もう今解説で活躍されている方ですよね。ああ、そうですね。柏レイ、はい、ソルスタジアム、ぜひ一度お邪魔したいと思います。ぜひ来てください、はい、ではちょっと話が違う方向に、移りたいと思うんですけれども、はい、チームサービス、おすすめグルメみたいなのってありますか？柏レイソル の、まあ、あのチームサービスとしては柏レイソルの会員になっている方は、まあ、あのホームゲームのチケットが少し安価な値段でゲットできたりとか、あとは平日開催になってしまうんですけど、まあ、選手の練習しているところを実際に見学できたりするサービスはあります。でその後に選手と少し触れ合える時間みたいなものもコロナが落ち着いてきたというところで行っていたりしますね。でおすすめのフードとしては、まあ、で柏レイソルはレイソルカレーというカレーがおすすめです。スパイシーでとても美味しいです。何かこう特徴みたいのあるんですか？まあ、でも普通の、まあ、カレーなんですけども、まあ、味が少し濃くて、まあ、濃厚なカレーなので、こういう夏の暑い日とかに汗をかきながら食べるカレーはすごい美味しいなと思っていつも食べてます。いいですね。それは年中あるんですか？まあ、年中売っているかと思います。おいくらぐらいするんでしょう？おいくら500円から800円ぐらいの間だったかなと思うので、スターグルの値段としては非常にいいかなと思いますね。そうですね、お求めやすいですよね、うん、ちなみにこんなサービスがあったらいいなみたいなものってありますか？学生時代から柏レイソルのファンだったんですけれども、やはり学生時代なかなかお小遣いもたまらず、遠方のアウェーの、あの試合に行くのってなかなか厳しかったりするんですよ。なので、まあ、そういう学生のために、まあ、チームが少しその学生とかの方々に補助をしてあげて、あのアウェイの試合に行きやすくしてあげるサービスみたいなのがあれば、たくさんの方々がアウェイの試合に集まることができるんじゃないかなと思うので、そこが昔からやってほしいなと思っているところです。そういう声っていうのを伝えてるんですか、チーム側に？いや、伝えたことはないので。ああ、そうなんですね。伝えていきますはい、いやはい、あ、そうなんですね。あ、まあ、確かにそうですよ。なんかバス1台とか出るだけでもちょっと違いそうですよね、学生向けに。あ、そうですよね。え、学生さんの割合って肌感でどれぐらいいるんですか、うん、サポーターさんの中で。あ、ここやっぱ10年ぐらいで増えてきたなっていう印象があるんですよ、スタジアムにやっぱ足を運んでいると。昔でも柏レイソルはほぼゴール裏男性ばっかみたいなサポーターだったんですけども、今はもう女の子の学生さんの方々も、まあ、ちらほら応援席で見るので増えてきたなって印象があります。なので2割から3割くらいの方々が学生として来てるんじゃないかなと思いますね。え、結構来てますね。それ結構若い、あの学生さんかっていうのはどうしてもわからないんですけど、若い方が増えたなと思います。ああ、そういう、あ、そうですね、うん、そういうことですね、確かに、うんうん、なるほど。特に女性ってことですか？まあ、女性の方も増えましたね。昔はもう男性のつぶとい応援っていう形だったんですけど、今はちょっと 黄色い歓声っていうんですかね、それだけにそれも増えてきていくと思います、うん、確かに SNS とかでも結構なんか多そうなイメージありますもんね。
そうですね。どうしてどういう戦略したんですかね、 J リーグって若年層、特に女子とかを抱え込む、うんうんうん、やはり先ほどお話ししたスタジアムグルメっていうのは一つあるかなと思います。やはりこの SNS でインスタグラムであったりとか TikTok とかからまあ情報を得たりとか、そこでバズるみたいなものが主流になっている時代だと思うので、まあ、スタジアムとスタジアムグルメをかけて、まあ、インスタに投稿してそれがバズるみたいなものも結構出したりするんですよ、まあ、そういうのも一つ若い方々がスタジアムに足を運ぶ一つの理由かなと考えてます。今度若いサポーターの学生さんのサポーターの声も聞いてみたいですね。あ、そうですね、ぜひいるのでおつなぎできればと思います。あ、本当ですか。ちょっと茨城で今仕事をしてるんですけど、つくば市というところで。あ、そうなんですか。仕事を。あ、そうです、そうです。なので今周りに鹿島アントラスのファンの方々が非常に多くて、若い方々とかでもすごい知り合いの方はいるので、ぜひおつなぎできればなと思います。あ、ありがたいです。寺田さんのエナジーの源泉はを聞いてみたいです。僕はビトーリアっていうのを一つ源泉としてます。どういうことなんだって皆さん思われると思うんですが、ビトーリアっていうのはポルトガル語で勝利という意味なんですね。惜しくも今年途中で解任されてしまった元柏レイソルの監督の、まあ、ネルシーヨ監督がチームの方針としてずっと掲げていたのがこのビトーリアというものになるんですが、やはり、まあ、選手も一つの勝利のために、まあ、日々鍛錬して頑張っていると思います。サポーターもその勝利を味わうために1週間一生懸命仕事をしたりとか、勉学に励んでその試合に望んでいると思うんですね。なのでその一つの勝利っていうのをそのチームみんなで分かち合える時がサポーターにとっても選手にとっても一番の時間かなと思うので、ビトーリアというのを挙げさせていただきました。もう美しいとしか言えないですもん、本当に。あ、本当ですか。はい、いやでもそれ、はい、そのすごい不思議、僕不思議に思っちゃうんですですけど、うん、杉森さんのお話聞いても、まあ、本能的にこう人を応援する気持ちってこう誰しも持ってる気がするんですけど、うん、なんかそこにこう自分の生活とか含めて、なんでこう自分が主役じゃないじゃないですか、まあ、サポーターという視点で見ればもちろん主役だと思うんですけれども、はい、そこに全力を注げるっていうのがまだなんていうか釈然としないって言い方がちょっと適してるのか分かんないんですけど、もっと知りたいんですよね、うん、なんでそんなにパワーを注げるのかっていうところ、なんでこうチームが勝つことをそこまで愚直に望み続けられて、自分の時間労力、まあ、労力って考え方ないかもしれないですけれども、まあ、自分のその心と体を使えるのかっていうところがちょっと不思議なんですよね。一番はパワーを自分たちももらってるからだと思います、まあ、スタジアムで観戦をしたりとか、今はダゾンでアウェイの試合を見られたりもしますけど、まあ、こちらも一生懸命チームのために応援してますし、選手監督チームの方々もそれに応えようと必死にプレーをしてくれる、そこでこういうものって成り立ってるのかなと思っていて、なので、まあ、好きな選手とか、まあ、推している選手がゴールを取ってくれればそれが自分の1週間の活力になりますし、負ければズドンと落ちますし、そこが相互でいい関係として成り立ってるんじゃないかなと日々感じます。まあ、今好きっていうワードが出てきましたけれども、やっぱり根底にあるのはそこが強いんですかね、はい、もうとにかく好きなんだと。好きだからこそ声を枯らしてまで応援ができるし、90分間飛べると思いますよ。ちょっと少し分かってきた気がします。よかったです、はい、なるほどなるほど。プロアスリートのこう立場だったんで、こう応援していただいたところで選手の立場からすると、うん、結果出さなければいけないの一択なんですよね、うん、でそこから現役をこう引退してから徐々に応援していただいた方の力というか、それがそう徐々に時間とともになんかこう形に現れてきて、はいはい、こう10年とか20年してからなんかさらに恩返ししたくなってしまう気持ちなんですよね、あ、はいはい、僕の場合はですけれども、だからその現場さなかにダイレクトに直球で応援してる人たちって本当になんかこう頭が上がらないというか、すげえなしか言えないんですよ。まあそういった気持ちでこういった番組を会社の制作陣と打ち合わせして始めた経緯なんですけど、すいませんちょっと自分の話しちゃいました。
いや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 。じゃあそうですね、もう寺田さんとしてはエナジーの源泉はっていうのはもうスキッとその勝利、はい、そしてチームから与えられたものが大きいから返したいという気持ちっていうことですよね。はい、はい、ありがとうございます。今日も感動ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそありがとうございます。この番組はですね、タモリチャレンジの派生番組ということで、寺田さんにもですね、次のゲストをご紹介していただけたらなと思っておりまして、どなたか、そうなんです、はい、他チームのサポーターさんご紹介いただくことは可能でしょうか。かしこまりました。そしたら鹿島アントラーズのサポーターの方々おつなげしたいと思います。ありがとうございます。はい、先ほどの学生さんですか。学生の方になるか、私が人材の会社で働いているので。ああそうですか。はい、派遣スタッフの方々とかになるかもしれないんですが、すごいサッカーを熟知している方がたくさんいらっしゃるので、その方々をおつなぎできればと思います。ありがとうございます。では次の方も楽しみにしております。では本日貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。同じ千葉ですもんね。千葉です。はい、はい、じゃあ重森さん含めちょっと一席設けさせていただきますんで、はい、よろしくお願いします。あ、ぜひその際を楽しみにしています。はい、ではありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。